演舞開演。どうも、本日はこちらのごぼう茶を飲んでみたいと思います。メーカーさんはあれどこだったっけ。あ、そうだ、山本漢方製薬さんです。明らかに今思い出したって感じになっちゃいましたね。では開けてみます。ティーパックタイプ。これ煮出す必要がありますので、すごいのきつねよね。なので少し時間がかかります。少々お待ちください。出来上がったらまた。出来上がりました。では飲んでみたいと思います。ごぼうのあの香ばしい香りがしっかりとお茶として にじみ出ていますね。ごぼうが好きな人にはたまらない美味しさだと思います。逆に苦手な人はちょっとかもしれませんね。自分は好きなのでこれは好みですね。これで体にいいというなら嬉しいです。南雲清高医師がよく紹介していましたが、飲んでみると本当美味しいですね、ごぼう茶。うん、飲むかな。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。